おはようございます。漫画家の山花則之と申します。1980年代から2000年代にかけてですね、主演者のヤングジャンプ、ビジネスジャンプなどで漫画を描いていたもので、主な代表作がチグハグ、夢で会えたら、妹アカネ、オレンジエルの小さな家、ノエルの気持ち、マサキのパンなどです、よろしくお願いします。お久しぶりの YouTube になるわけですけれども、5月26日に開催されるコミティア148に参加することが決まりまして、その漫画をですねずっと書いてたんですね。スケジュールがちょっと密になってしまいまして、若干ね、体調をね、崩したんですよね。別に熱が出たわけでも寝込んだわけでもなく、喉がね、やられてしまいまして、今回の風邪はどうも喉、咳、痰に来る症状のようでですね、私、まあ、結構それで、今でもね、まだね、咳残ってるんです。で、声がだいぶね、なんかね、低くなったっていう、そんな、そういう厄介なちょっとね、病気だったんですけれども、ね、お久しぶりにこうやって YouTube で喋ることができて、嬉しく思っております。コミティアですね、妹、あかねちゃん。あかねちゃんをですね、久しぶりに書きました。サードシーズンという、妹あかねのコミックをですね、20数年ぶりに書いて同人誌にまとめましたので、これを今度の日曜日、コミティア148で販売いたします。久しぶりのね、妹あかねということで、ぜひ楽しみに、していてください。通販も、コミティア終わり次第通販の方も、準備しますので、そちらもご利用いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。妹あかねといえば、まあちょっとお色気のシーンがあるのが定番なんですけれども、まあ今回もそれを用意しておりまして、今回あかねちゃんはですね、大ダコに付け狙われるという、そういうちょっとバカバカしい展開になっていますので、申し訳ございません。それで、お知らせが続くんですけれども、夢で会えたら30周年展も、日程が決まりまして、11月の9日になりました。これも、まあ、コミティアが終わり次第、ホームページとかツイッターの方では、正式に発表しようと思っています。11月の9日。になりました。土曜日です。金月さんのスケジュールも押さえていただいていますし、司会をね、元ね、竹書房で活躍していたフリーの編集者さんがいるんですけれども、彼に、司会を今回お願いしているので、場所も押さえました。ちょっとずつね、準備が整ってきているので、これから告知を、それが、まあ今回のコミティアが終わったらまた告知をね、少しずつしていこうかなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。私、今年60歳になりますので、山花則之の還暦のお祝いも兼ねた、30周年展になりますので、皆さんでぜひ、お祝いしてください。よろしくお願いします。で、私ですね、そうそう、結構ね、コミティアの話にちょっと戻るんだけど、差し入れをね、個展とかコミティアとかにやると差し入れを持ってきてくださる方がたくさんいて、どうもありがとうございます。ところがですね、私高コレステロール値の、あれ、血液検査で高コレステロール値で引っかかってしまったんですね。ですので、ちょっともう洋菓子、バター、揚げた系とか、バター系がね、ちょっとダメになってしまいましたので、ぜひ、和菓子などいただければですね、ずうずうしくて申し訳ないんですけれども、もしもなんか差し入れをくださる場合には、和菓子系をお願いしたいなと思います。で、僕は最近、休日、まあ、お出かけすることがあんまり僕ないんですけれども、僕が住んでるのはこの港北ニュータウンという横浜市にある、人口約18万人から20万人いる巨大なニュータウンなんですけども、そこでね、大体のことは賄えるんですよ。もう文房具もあるしさ、映画館もあるしさ、もう大体美味しいお店もたくさんあるので、大体のことはね、この港北ニュータウンの中で僕済ませちゃうんですね。で、画材でも、ちょっと特殊な紙とかをね、まあ、水彩画紙とか、特殊な紙を買う時ぐらいは、まあ、横浜に出なければならなかったりするんですけれども、まあ、コピックとか、その辺の画材に関してはね、もう近所でね、賄えちゃうんですよ、今。すごく便利な街に住んでるんですね。で、ですから僕はなかなかこう外に出ることがなくなってしまった。この港北ニュータウンから出ることがね、あんまりなくなってしまったんですけれども、まあ、僕の唯一の趣味が、
最近はね、なんかね、ギャラリー探しが好きなんですよ。ギャラリーを、まあ誰かの個展を探していくというよりも、ギャラリーを見に行って、そこで個展がやっていたら見るみたいな感じの動きを最近していて、でギャラリー探しがすごく今好きなんですね。この間も下北沢を歩いて、まあギャラリーないかなと思って、まあ5、6件ですね、ギャラリー見て、あ、ここでやるならこんな感じかなとか、ちょっと下北沢は興味があって、あそこはね、横浜からね、渋谷まで出るでしょう。横浜から渋谷までがまあ大体3、40分かかるんですけども、まあ、渋谷から、井の頭線で一駅二駅なんですよ。あそこ、急行だと一駅かな、一駅か二駅で着いちゃうんですね。で、吉祥寺だと、まあさらに結構、渋谷からまあ10分、15分ぐらいかかるんですけれども、下北沢の場合は一駅二駅で着いてしまうので、まあ、まあ比較的、吉祥寺に比べると近いかなと。で、まあ、カルチャーに溢れた街だから、ちょっと好きなんですね、あそこ。で、あそこで個展やれたらどうかなっていうのもちょっと考えていて、まあ、それでまあ、この間まあ、下北沢で何件かね、いい感じのギャラリーを見つけたんですけれども、あと僕なんか今最近ちょっとね、悪い絵をね、描きたいんですよ。悪い絵っていうと、まあちょっとわかりにくい表現になるんですけれども、まあ、エロティックな絵ですかね。ちょっとアブノーマルな世界の絵を、女性の絵を描きたいなっていう願望があって、それをやるには、なんかやっぱり、まあいつも僕は横浜の山手、ギャラリー山手っていうところで最近僕はいつも個展を開いているんですけれども、あそこだとね、やっぱり山手なので、すごくおしゃれな街なんですね。石川町の駅から坂を登って、その坂の途中にある、すごくね、理想的な石畳の道を歩くと、ある。そしてそのギャラリーから振り返ると横浜のマリンタワーが見えるっていうね、夜はすごくマリンタワーが綺麗に見えるね、すごくおしゃれなギャラリーなんです。海もまあちょっと頑張れば海も見えるみたいなね。そんな、素敵なギャラリーでやってるんですけれども、まあそこは観光客も結構通る道なので、そういうアブノーマルな絵を飾るにはちょっとあんまりふさわしくない場所なので、そういうなんか、アブノーマル展をやるときに、どこかいい場所はないかなっていうので、まあ、そういう意味で、まあ、ギャラリーを今探して歩いたりするんですけれども、この間ですね、僕の銀座にね、奥のビルっていう、あるんですよ。奥のビルっていうビルが。ここはこのビルは僕、ずいぶん前から知っててですね、目をつけてたんですけれども、昭和7年に建築されたビルで、ちょっと迷路みたいにちょっと入り組んでるんですね。入り口がね。中入ったら暗くて、ちょっと湿気があって、まあ、ビルの中に、まあ、ギャラリーがたくさんあるんですよ。で、貸しギャラリーですね。でもすごくね、スペースが小さいのは6畳1間ぐらいとか、まあ、4畳半ぐらいのとかね。まあ、広くて8畳とか、そのぐらいのスペースしかないギャラリーがいくつかあって、で、そこがね、すごくそのアブノーマル展をやるにはすごくいいなと前から思ってたんですよね。だけどね、高いんですよ。やっぱりその銀座ですから、ギャラリー自体は狭いのでね、そんなに広くないから、ギャラリーのレンタル料はまあ、それほど、まあ、スペースに比べると、まあ、高めなんだけれども、そのギャラリーって大体ね、売り上げの 10% もらえますとか 20% もらえますっていうギャラリーが結構たくさんあるんですよ。まあ場所代を払うのはわかるけど、なんで売り上げの 10%、20% 後に払わなきゃなんないのっていう考え方が僕はあって、あんたのお世話に何にもなってないのにっていうのが、やっぱり基本的に僕あるんですよ。だから、その売り上げの10%、20% を取るギャラリーとは僕絶対仕事しない。そこは借りないって決めてるんですね。嫌なので。で、奥のビルに入ってるそのギャラリーはほとんどね、その売り上げの一部くれっていうギャラリーばっかりなんですよ。で、その、今回ね、で、実はもうお借りすることが決まったんですけど、来年の3月の2日から8日に1週間だけお借りすることが決まったギャラリーがあるんですけど、そこはね、ホームページには 20% もらえますって書いてあるんだけれども、まあその
オーナーさんと電話で話したら、いや、うちはね、実はね、撮らないんです。揉めるので、画家さんとね、結構揉めることが多いんです。その、売り上げの 20% くれっていうと、まあ、売れたの売れなかっただのっていうところで揉めることが多いので、うちは撮らないようにしてるんですっていうことだったので、あ、だったらちょっとお借りしたいんですけどって言って借りることができました。来年の3月。でもね、狭いの、もう本当にもう4畳半、まあ6畳と歌ってますけど、僕にはもう4畳半ぐらいにしか見えない。すごく狭いので、まあ、そこを借りてちょっとね、アブノーマルな展示をしたいな、絵を売りたいなと思って、で楽しみにしているんですけれども、まあ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 そんな感じでですね、絵ばっかり描いてますよ今、毎日毎日。やっぱりまあ絵を描くのは好きですね、楽しいですね、漫画を描くのは楽しいなと、いい仕事をいただいてるなと思っておりますということで、まあ5月26日のコミティア、はいね、あかねちゃん持って、あかねちゃんの同人誌を持ってですね、お待ちしておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。ということでですね、今日も良い一日をお過ごしください。では、また、レッツゴー。じゃあねー。